日のもぐさモもぐさルは、カン科の落葉、高木、木肌の内皮から抽出される、大爆エキスを主成分とした、胃腸薬、もぐさを改良したワン薬である。長野県西部で、主に製造されている黒色丸剤の胃腸薬、クミケインイ薬である。漢方薬ではなく、民間伝承薬に分類される。古来から製造されていた、木肌樹皮から抽出された。 大爆エキスのみを配合した黒色板状の苦味、賢意薬、モグサをより飲みやすくするために丸剤にしたもの。モグサ丸は製造元により他の木薬が処方、配合されているが、主成分を未完科の落葉、高木、木肌の内皮から抽出される大爆エキスとしている。商品名は、三竹モグサ丸、日野、モグサ丸、温竹日野モグサ丸、モグサ丸プラスなど、 三歳以上服用家で、一日三回食前もしくは食後に水または、左右にて服用することとなっており、成人は一回量20粒と大量だが、直径約4ミリメートルの小粒である。組検医薬なので、オブラート等に包まず、気薬特有の苦味や香りを感じながら服用し、味覚を刺激することが推奨されている。三竹もぐさ丸、日のもぐさ丸の効能、効果は、 火器の通り、モグサマル、ポリオキシプロピーレン、グリコールを含有している。ヒノモグサマル、ヒノモグサマルでは、成人の1日の副容量である60粒中に、火器の成分を含んでいる。粘膜修復成分配合。添加物として、カルメロースナトリウム、タルク、アラビアゴム松、薬用炭を含有している。オーバクエキス、またはオーバクを主成分とした。 胃腸薬は全国各地で古くから製造されている。現在では、これらの古くから作られている、医薬品を伝統薬とも分類している。大爆を主成分とする、主な製品名は、下記の通り。ABC モグサマルに関する、よくある質問日の製薬、ミタもモグサマルプムダ、日のモグサマルプムダ、オンタケン日のモグサマルプムダ、モグサマルプラスプムダ、一般用医薬品。 データブック2001上巻富士経済、ありがとうございます。